皆さんこんにちは、アメルです。私は今アメリカのシカゴにいるんですけども、ホテルにジムがついております。はい、まあ、日本でもですね、結構ジムがついてるホテルっていうのはあると思いますけども、大体のそのホテルについてるジムの種類、器具の種類って、なんかランニングマシンが何台か置いてあるだけとか、フリーウェイトはなかったり、そんな感じだと思うんですけども、まあ、私が泊まってるホテルもですね、そんな感じでして、何台かランニングマシンとかあって、あとはダンベルがですね、結構ダンベルの重さは高重量まで取り扱ってるんですけども、本当それぐらいしかありません。でですね、まあ、そんな中でも筋トレしたいし、やっぱりお尻維持したいっていう気持ちからですね、どんなトレーニングをしたら維持できるのかなと思い、今回はちょっとそちらを動画に撮ったのでですね、皆さんぜひご覧ください。ダンベルをですね、乗せてヒップスラストをしていきます。ジムにはですね、ダンベルしかないので、こういう階段を使ってですね、ちょっとトレーニングをしていきます。はい、ということでですね、今回ダンベルでやっていたトレーニングは、前にも動画で載せた、まあ、これさえやればプリケツシートレメドレーっていう動画の中にも入ってるメニューが何個かあったりとか、あとはヒップスラストもですね、ダンベルを乗せれば簡単にできちゃいます。ただ乗せる時に結構痛いっていうのがデメリットになるんですかね。そんなに重さを乗せられないっていうのはあるかもしれないです。あの重りでだいたい20キロぐらいだと思います。なので、まあバーでやればバー1本分ぐらいしかないんですけども、回数とやり方さえ変えればかなり追い込めます。あと一番きつかったのは、やっぱり階段のジャンピングスクワットとかランジとかをですね、階段でやるやつ、あれ結構効きます。まあ部屋もあったかいのでかなり汗をかくし、あとはもう本当に器具がなくても階段だけあればですね、できるので、ただ気をつけてほしいのは、結構きつくなってくるとバランスがですね、崩れやすくなるので、階段から転げ落ちないことを気をつければ、はい、皆さんできると思います。なのでぜひですね、旅行とか行った際にジムに器具がないって方でもトレーニングができるので、ぜひやってみてください。ということで、今日も見ていただいてありがとうございました。また更新します。バイバイ。